佐々木チャンネル総チェックはい。 ということで、クライマックスシリーズ第2戦というところでね、えー、まあ今、えー、行われて終わったばっかりですけども、えー、今日は日刊スポーツの評論に行ってきましたのでですね、ネット、そして明日のね、紙面でも々木評論、えー、掲載されると思いますので、ぜひね、そちら方も、チェックしてみてください。より詳しく言ってんでね、オリックスのポイントとかもね、言ってますから、ね、ぜひ、チェックしてください。ということでね、アリーグから行きますけども、ソフトバンク対西部ね、結果を見ると8対2で、ソフトバンクの 二連勝っていうところでね、ファイナル進出を決めて、えー、3位西部はね、ここで二連敗、えー、まあ終戦というところでね、まあ辻監督も辞任っていうところでね、まあそういう試合結果になりましたけども、もうね、まあなんて言ってもですね、 もう、この試合のポイントは、もう明白なのね。まあ、やはり、この試合のね、ポイントとして挙げられるのは、昨日の動画でも言いましたけども、まあ、先発ね、東山と今井。えー、東山はね、今年、あの、セーブ、ノーヒットノーランもしてるっていうところでね、相性いい。その中で、どう、えー、西セーブが打っていくか。その中では、やはり、その、一、二番のね、出塁が鍵になって、山川の前にランナーを出して、山川で勝負しなきゃいけない状況を作って、どうやって得点をしていくか。えー、ピッチャーね、セーブ、今井。 っていうところではね、やはり制球力が鍵。フォアボールをね、出さないようにして、しっかりストライクゾーンの中でパワーピッチできるかっていうところ。でそこでセーブだ、ね、ソードバンク打線がそれをね、対応するかしないかっていうところがね、 ポイントになってくるって言いましたけども、まず最初に言うとね、今年は打順、今日ね、打順変更して、まあ、戸の崎、えー、平沼っていうところをね、1、2番に置いて、森、山川のね、前にっていうね、流れを変えましたけど、まあ、戸野崎がヒット1本打ちましたけど、結局今日の試合も全打席山川の前にランナーは出ず、最後ね、9回にホームラン一発ね、打ちましたけども、まあ、やっぱり攻撃的にはま、苦しかった。まあ、その中でね、まあ、ポイントとしては、3回ね、えー、の、2つのフォアボール、そして1つのデッドボールで満塁、 っていうところになってね。だからこれがね、さっきも言ったように今井の悪いところ。やっぱりね、ノーヒットで満塁を作って、ツーアウト満塁から、え、柳田にね、満塁ホームラン、ね、2試合連続っていうところをね、え、打たれるっていうね。まあ中でね、今日のまあ試合展開の流れで言うとね、まあ昨日ちょっと振り返ってみると、柳田ね、 えー、スリーランホームラン打った。その時、高橋コーナーね、1打席目も、まあ、インコースのスライダー、そして縦ラっていうね、えー、ところで三振を取って、そして2打席目、全くインコースのね、出し入れ、同じような配球で、2ストライク追い込んで、キャッチャーの森はね、ボール気味構えてて、本当は、ストライクからボールになる縦ラを投げて欲しかったところがね、若干甘めに入って、それをね、スリーラン。ね。で、今日どういう配球をするのかって言ったところでね、初回のね、柳田に対してはですね、まあ、基本的に、まあ、インコースも,もちろん投げるんだけども、基本的に最後、外のね、スライダー、 で打ち取ってねあの泳がせてセカンドゴロで打ち取るっていうねあんまりインコースに越しすることなくで柳田もんねちょっとインコース意識でね泳ぎながらセカンドゴロ2打席目、ね、この満塁ホームランの場面でも初外すら外すらっと入ってねでそれが甘くなって あの、満塁ホームランを打たれるわけだけども、まあこれはね、多分ミーティングもしながら、今日どうやってやるか、対今井っていうところでね、高橋コナとはまた違う場合でね、攻めていくっていうところで、まあ昨日はインコース、インコースで行って甘くなって打たれた。今日はアウトコース、アウトコースで行って、 一打席目、打ち取った球を言ったけども、打たれちゃったっていうところで、ちょっと偏りすぎだよね。インコースだったインコース、アウトコースだったらアウトコースっていうね。この偏った時の弊害っていうのは、やっぱりね、偏りすぎちゃうと、これはね、よくプロ野球界でも言うと思うんだけど、配球リードについて、同じ球種を続けたり、同じコースを続けると、やっぱ甘くなるっていうね、傾向がある。ミスコントロールね、する可能性、危険性が出てくる。あんまり続けすぎちゃうとね、そのコースに固死して。で、バッターとしては、やっぱりコース偏ったり、 吸収偏ったりするとそれ慣れてくるからそこで甘くなっちゃうとより甘く感じるんだよねそういったところが完璧に裏目に出て対応されちゃったっていうところはもっ ちょっとね、両幅使ったり、その、偏りすぎたっていうところがね、ちょっとマイナスにいった配球、リード、投球、しかも、まあ甘くなったっていうところでね、えー、なっちゃったのかなと。だから、もうちょっとこのインコース振った、ボールでもいいからっていうね、ところの、まあ昨日もそうだったんだけど、あんまり振りす、ね、ぎないで、この偏らないでっていうところはね、欲しかったかなっていうね、ところはあるけども、まあ打った柳田がすごいんだけどね、でもここでやっぱり柳田をね、フューチャー、 しらしだけども、ここでね、やっぱ一番すごかったのはね、ワンアウト1、一二塁でのシュート、セカンドゴロ、打球の強さ見ても、見てるこっちも、ダブルプレイかなと思ったけども、シュートの全力疾走ね、技術じゃない、打つとか、投げるとか、ミスコントロールとかね、ホームランとか。 ねえ、エラー。そういう技術じゃない。野球選手にとって、まあ、スポーツ選手にとってはね、一番大事な全力疾走っていうところを怠らず、しかも周トのね、武器は足。ね、あの正面、ね、しかもセカンドもグラブドスでうまくやった。現田も取って投げた。ね、完璧な守備もプレイした。その中で、ダブルプレイ阻止のファーストセーフっていうね、形になって、このダブルプレイを 崩れたっていうところでね、その後巻き払るデッドボール。まあ、意外としてはこのデッドボールが一番痛かったんだけども。で、柳田のホームラン。この柳田のね、万塁ホームラン。素晴らしい柳田。もちろんね、素晴らしいけども、そこに繋げたこのシュートの全力シストでダブルプレーを取らせなかった。このね、裏 MVP はね、シュートだね。確実に。あの走塁っていうのはね、非常に勝ちに直結する走塁だったかなと。で、その後もね、4点取って、このね、4回裏に2アウト2塁からね、回のタイムリーヒットっていうところで5点目。 これでもうね、試合が決まっちゃったかなっていうね、えー、流れに、えー、なってしまったかなと。まあ、その後ね、西武5回の無点にね、えー、金子のタイムリーで1点取るけども、まあ、7回の裏にね、三森がセンター前タイムリーヒットで、牧、ね、原タイムリーヒットと、で、8回にはね、えー、また海がタイムリーヒットっていうところでね、打線の流れ的でも、まあ、上位ね、えー、三森、周東、牧原っていうね、だから、周東、牧原っていうところの対西武に対しての対戦成績が1年間良かった。それを続けれた。 柳田はね、若干対戦成績悪かったけども、一発で答えた。でこの詞は特にね、 い打線ね、いっていうところが2打数2安打2打点っていうね、しっかり得点に結びつけたっていうところと、柳町ね、データ通り打つけども、出率高いフォアボールを選んでつなげていくっていうね、すべての打線の流れ、いいところがね、出たソフトバンクだったし、西武としてはやりたい野球、やっぱり1、2番をルインでて山川森で返していくっていうところがね、やっぱり1、2番が固定固まらなかったっていう、この差がね、クライマックスシリーズの2勝、そして2敗っていうところになった、なっちゃったかなっていうね。 展開に、えー、見えました。だからもうちょっと柳がね、偏るないに。まあこれ結果論だからね。まあ、あの、あれだけどね、打った本人すごいんだけども、ちょっと偏りすぎっちゃったかなっていうところはね、えー、気になるところでした。 ついで、えー、DNA 対阪神のね、第2戦というところで、この試合1対0で DNA の勝利で1勝1敗のゴブっていうね、えー、形に、えー、なりました。まあこの試合ね、もうやっぱ一番素晴らしかったのは、大抜きね、えー、6回3分の1、97球、2安打13死、無四球無失点と、コントロール抜群、めちゃくちゃ良かった、もうビタビタ。 ね。で、まあ、あの、初回ね、ツーアウトから近本ね、えー、センター前打つけども、まあ、桑原もね、突っ込んできて、若干ね、あの、ダイビングしがちなところでね、ちょっとこぼしたところをね、隙を狙って近本セカンド行ったけども、桑原ね、その後しっかりね、慌てることなくセカンドに投げてタッチアウトっていうね、えー、ピンチを防いだっていうところもね、素晴らしかったけども、うそっからね、あの、2回、3回、4回、5回、6回、ね、 えー、三者凡退。七回ね、中野に先頭ね、内安打を出すまで、もう完璧なピッチングで、えー、もう後半もね、大抜き、グッピッチ守備で言うとね、DNA、この七回オプテね、中野がね、ショート内安打。ま、あこれは仕方ないね、内安打。守備どうしようもない。中野の足がね、グッと。ね。その後ね、えー、盗塁。ね。これ生かす。やっぱりね、言ったじゃん。DNA にはね、阪神盗塁で足仕掛けてっていうね。で、今度、糸原送りバンド。で、ワンアウト三塁になって、ここでね、ピッチャー思い切ってね、伊勢に帰る、このベンチ再配、グッと。 で、伊勢が近本をね、サードファールフライに打ち取って、大山にもね、高めのストレートでセンターフライとピンチをね、出したこのリリーフ、伊勢、素晴らしい。さすが伊勢大名人でございます。そして、8回ね、原口、佐藤、ロハスをね、3者連続三振ね、本当に素晴らしいリリーフ。で、9回ね、山崎、浅塚、吉郎ね、あの、抑えて、虎のこの一点をね、DNA が守って勝ち切ったっていうところでね、非常に完璧な、その、系統、タイミング、 それに応えた。一戦ね。あそこ。で、まあ、この試合ね、中野と近本しかヒット打ってないんだけども、近本があそこでね、まあ、打てるかどうかがね、結局勝負だったけど、まあ仕方ないね。あの高めのストレートね、非常に力あった。で、DNA はね、攻撃に対してもね、そこまで攻撃っ掛けれてないのよ。ね。で、その中で、まあ、ビッグチャンスを迎えてね、5回、先頭宮崎がね、レフト前ヒット。で、外がね、ライトへツーベース。ノーアウト2、3塁から、山田のね、センター前タイムリーヒット。ここで良かった、ここまで。でも、外。 回ってきて、ホーム、楽々立っちゃうと、バーッと、紅茶。ノーアウトだからね、これ、勝ったからよかったけども、ノーアウト、二、三塁、確かにその後ねあの八8番伊藤、9番大抜きとね、ピッチャーに向かっていくことを考えるとね、た時によ、でもそれでもノーアウトだから、あれがね、楽々セーフとかギリギリだったわかるけど、まあね、そのセンター、近本のね、素晴らしい返球っていうのもあったけども、あそこはギャンブルいらないよ。 ノーアウトーー、ね、一、三塁を持って伊藤でもう1点取りに行く、ね、大抜きになったら、まあ、ひょっとしたセーフティースクイズ、まあ、外が三塁ランナーだから難しいかも分かんないけども、ねでまあ、もうツーアウトになっても1番に、ねえー、向けて桑原というところで勝負できることを考えたらあそこは無駄に、ね、回る必要性は、ね、全くなかったという、ね、ちょっと慌ててんちゃうかというね。 ちょっと勢い出しすぎてるんじゃないかってねこの負けちゃいけない勝たなきゃいけないっていうね気持ちがねちょっと手回しちゃったかなっていうところはあるけどもやっぱあそこはノーアウトっていうところを考えたらストップ2点目をねゼカ比でもその後ね慎重に取りに行きたかった場面だったかなと結果的にね勝ったから良かったけどもあそこはもうちょっとね冷静になってコーチャんも、ね、回してほしかったかなと、まあ、その後ね、えー、6回アウトで7回はね先頭のね4番キがライト前ヒットを打って宮崎に送りバントこういったところはね一斉、必勝トーナメントはねこう1点あったらその後ね 強力なリリーフ陣いるからもう1点あったら確実に取れるっていうところで、ね、このバンドよかったかなとでワンダー2になってね外、えー、敬遠してヤムとねダブルプレーここはね阪神のピッチャーもねよく踏ん張ったけどここね阪神もね伊藤ね5回、えー、77球4アン安打3三振無四球1失点っていうところでねしっかり粘り強くね、えー、投げれたっていうところは、えー、素晴らしかったかなと思いますまあでもね結局はこのね1点っていうところではねまあどうしようもないね 伊藤も完璧なピッチングしてたからね、まあ、この1点ねそのだ、ワンチャンスを、ね、DNA がも、ね、のにしたっていうところはあるけども、まあ、これはちょっとね、どうしようもなかったかなと、まあ、あの素晴らしい試合だったし、まあ、これ、阪神も、ね、負けたからって言ってね、まあ、これはまあ大抜きの、ね、ピッチングを褒めるしかないし、まあ、非常に、ね、いい投手戦になったんじゃないのかなと思います。まあ、結果ね、DNA が1対0で勝利というところでね。 明日第3戦ね、予告先発が浜口、そしてね、佐伯ってね、ところになってますけど、佐伯もね、上り調子良くなってきたし、浜口もね、阪神に相性いいっていうところでね、どういうピッチングするのか非常に楽しみ。どっちが勝つのか、明日ももちろんね、ソジェックやっていきますんで、ぜひ明日も見ていきましょう。ということでね、佐々木が感じたクライマックスシリーズファイナル、セパともにね、一戦お伝えしました。ということで、以上です。明日もファイティング。